アリタリアイタリア航空、アリタリアイタリア航空、アリタリアイタリア航空はイタリアの航空会社。社名のアリタリアは翼を意味するアリとイタリアを掛け合わせた造語である。第二次世界大戦後の1947年9月16日に設立された。当初はサボイアマルケッティ SM95 などの大戦時に製造された旅客機で、 イタリア国内線とヨーロッパ域内路線に就航し、その後、ダグラス DC-6B を長距離路線に、域内路線をビッカースバイカウントなどのプロペラ機で運航していた。1960年代以降は、シュドカラベルやダグラス DC-8 などのジェット機を導入し、ダグラス DC-8 で日本路線に就航した。1969年、 翌年からのボーイング747型機の導入に合わせて国旗の色である緑、白、赤をベースに用い、会社の頭文字である A を美翼に重ねるようにデザインした機体塗装を採用した。2008年にマイナーチェンジを施し従来のデザインや社名ロゴを少々変更した新塗装となり、その後2015年にも再度マイナーチェンジを施し、順次塗り替えが行われている。 1975年から世界ラリー選手権でランチやおよびその親会社であるフィアットのスポンサーとなりアリタリアカラーをまとったランチやストラトス及びフィアット131アバルトラリーム類の強さを見せ日本でも人気を博したこのカラーリングは1970年代のモータースポーツを象徴するカラーリングとして現在でも高い人気を誇っている イタリア国内路線とヨーロッパ、アジア、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ各大陸の都市に就航しており、現在は国内線やヨーロッパ行き内路線、北アフリカ路線をマクドネルダグラス MD-82 エアバス A320 シリーズで、中長距離路線をボーイング767やボーイング777で運航している。世界有数の航空連合。 スカイチームのメンバーであり、2001年に加盟を果たした。なお、スカイチームへの加盟の前には、ウィングス・アライアンスへの加盟を予定していた。ローマ教皇のイタリア国外への旅行の際は大抵、同航空の特別チャーター便が使われている。同時多発テロ以降経営が著しく悪化したため、イタリア政府が株式の49%を保有し、事実上国有化された。 しかし、2007年7月19日には、イタリア政府のディピエトロ建設省が、売却先が見つかるノラバタと、H ユーロ、約170円で売却しても構わないと、発言するなど、労働組合の抵抗により、リストラ策はなかなか進まず、毎年赤字を出し続けているのが現状である。2007年12月14日には、同じスカイチーム内で提携している。 エールフランス KLM が同社の買収のために1株当たり0.35ユーロで入札したと発表した。競争相手でルフトハンザドイツ航空の事実上の参加にあるエアワンも同社の買収意向を見せたエアワンの入札額は1株当たり0.01ユーロ。同年12月21日アリタリア航空役員会はエールフランス KLM に 売却先の優先交渉権を与えることを決め、続いて、同年十二月二十八日、イタリア経済、財務省は、政府の所有する四十九九点パーセントの株式売却について、エールフランス KLM と独占交渉することを決めた。二千八年三月に、アリタリア航空は一旦、エールフランス KLM の買収案を受け入れたものの、労働組合側が反対しており、 交渉が難航した。また、イタリアのシルビオベルルスコーニ首相も、エールフランス KLM による買収を拒否すると発言したが、その一方で、アリタリア本社の経営審議会は3月26日に、満場一致でエールフンス KLM への売却案を可決するなど、迷走が続いていた。結局2008年4月2日、アリタリア航空労働組合の強い反対により、 エールフランス KLM は、買収を断念、アリタリアのマウリツェオ・プラート会長も辞任した。イタリア政府は、航空事業会社と生産対象会社に分割し、収益の見込める部分を航空事業会社に引き継ぐ、方針を固めた。2008年8月29日、アリタリア航空は、分割案に同意し、約1、800億円の負債を抱えて、会社構成手続きに入った。 分割後の航空事業部門会社は、ベネトンや大手銀行などの投資を受け入れ、約7000人の人員削減をする。ヨーロッパ域内は、エアワン、長距離国際線は、エールフランス KLM、ルフトハンザドイツ航空などと提携する計画である。9月18日、労働組合の反発があることから、イタリア国内の投資グループは再建計画から撤退した。 9月22日、支援企業を公募することになったが、支援先が決まらなければ、運行停止、生存手続きに入る。また、再検索を提示しなければ、イタリアの航空当局から、運行免許の停止もあり得る状況を出った。9月26日、主要な労働組合が合意したため、分割救済案が実施されることとなった。分割後の新会社は、 イタリア航空として10月15日に発足した。2009年1月13日に、同社は公式サイトで無事完全民営化を果たし、名称もアリタリアイタリア航空会社に変更、新会社として運航を開始したと発表した。同時に、会社の住所や電話番号、主なスケジュールの変更はなく、従来通り利用できることも明言している。 しかしその後も経営難は続き、2013年にはイタリア郵政公社などが第三者割り当て増資を引き受ける形で追加出資を行うが、当時の筆頭株主だったエールフランス KLM は追加出資を見送ったため持ち株率が低下し、実質的に同社参加から外れた。そこで2014年2月にはアブダビのエティハド航空による出資話が浮上。 最終的に同年8月にエティハドがアリタリアの株式の49%を取得し実質的にエティハド参加に入る方針が明らかにされた。2014年12月には同年経営をめぐる対立で退任したイタリアの自動車メーカーフェラーリの前会長のルカディ・モンテゼーモロが会長に就任した。2015年6月4日に新塗装を発表。 胴体のグリーンラインを消去したほか、アリタリアロゴが下側へ移動した。ところが、エティハド参加となった後も経営悪化は止まらず、2017年には、またも経営危機に瀕する。同年3月には、モンテゼモロが経営不振の責任を取る形で会長を辞任。4月には、社員数削減、給料カットなどを柱とした経営再検索がまとめられたが、 従業員投票で否決されたため、5月2日に特別管財人による経営管理を申請し、事実上倒産した。なお営業は継続している。再び、イタリア政府管理下となった同社について、政府は同年10月に再建に向けたスポンサー募集を行い、ルフトハンザドイツ航空や e g s y j e t など7陣営が入札を行った。ただスポンサー選定は難航しており、 イタリアの政局も絡み数度の延期を繰り返した挙句、2018年5月現在は全く目処が立っていない状況である。経営再建中ではあるものの動きは活発で、2018年3月には全日本空輸 ANA との包括提携を発表、同年10月末よりコードシェア便の運航を開始する。また、同年6月には、 アルベルタ・フェレッテがデザインした新制服を発表した。アリタリア・イタリア航空の機材は以下の航空機で構成される2018年1月、現在、ディブクラスイコールレフトこの他にも ATR72 及びエンブラエル・アージ145も所有している。エンブラエル製航空機は、子会社のアリタリア・エクスプレスが主に運航している。2004年9月、 アリタリア航空は4機の777から 200ER、3機の767から 300ER、および子会社、アリタリアエクスプレス用に12機のイインブマナス -170 を取得する計画を発表する。これらは2007年及び2008年に引き渡され、同社の平均機都市は大幅に引き下げられた。なお、アリタリアイタリア航空が発注した。 ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは43で、航空機の形式名は747から243、767から 343ER、777から 243ER などとなる。日本路線には、ビジネスクラスとして、マニフィカとオッティマ、エコノミークラスとして、クラシカとクラシカプラスが設定されている。 なお、すべての日本便に、日本人の客室乗務員が複数名乗務している。クラシカプラス、クラーシカプラスは、別名、プレミアムエコノミーとして案内されており、一般のエコノミーより広いシートピッチと幅で提供されている。専用チェックインカウンター、受託手荷物が2個まで無料、機内優先搭乗のサービスを受けることができるが、機内での飲食については、エコノミーと同一である。 シートには USB 端子があり、ポータブル機器の充電が可能である。ハネムーンで利用する場合、搭乗の7日前までに手配すると食事内容が特別メニューとなるサービスがある。また、マニフィカをフルムーンで利用すると食事後に特製ケーキがつく。こちらも搭乗の7日前までに手配が必要。いずれも日本発のアリタリアイタリア航空による運航において、 のみのサービスである。マイレージサービスであるミレミリアは、大韓航空やデルタ航空、AL フランス航空などのスカイチーム加盟航空会社のほか、カンタス航空と提携している。1960年代にダグラス DC-8 により、ローマから南回りで東京、羽田空港に乗り入れを開始した。その後機材をボーイング747や、 マクドネルダグラス DC-10 に変更するとともに、1978年に成田国際空港開港後は乗り入れ先を成田に変更。またその後、大阪にも乗り入れを開始した。1990年代には全ての便を直行便化するとともに、機材をマクドネルダグラス MD-11 やボーイング767から300に変更し、 現在はすべてボーイング777で運行されているエアバス A330 に機材変更する場合もある。2012年6月現在、成田国際空港からのローマ便はデイリー運行の週10便、ミラノ便は週4便が運行。かつては日本航空の機材を使用するコードシェア便も運行されていたが、 日本航空のイタリア路線の撤退により2010年10月限りで廃止された。2014年4月2日に成田ベネツィア線に就航したことに伴い、成田ローマ線を週10便から週7便に減便,便。年出された週3便のうち週2便を成田ベネツィア線に振り分けたほか、成田ミラノマルペンサ線を週4便から週5便に変更した。しかし、 同社の経営再建を目的に2015年3月28日をもって関西ローマ線と成田ベネツィア線を運休させた。一方、成田ミラノ線は翌3月29日より週5便から週7便に増やし成田ローマ線と合わせてダブルデイリー体制を維持する。また2018年3月には2018年秋から 日本路線において全日本空輸とコードシェアを行うことが発表されて2018年10月28日よりコードシェア開始したローマ・フィルミチーノ空港からカラブリア州への便で荷物の紛失が多発2013年5月3日にローマ・フィルミチーノ国際空港で機内預けの荷物を盗んだとして社員49人が逮捕されるさらに ミラノリナーテ国際空港、ナポリカポディキーの国際空港でも同様の事件があり、37人が逮捕、ローマの件と合わせて計86人が逮捕された。イタリアの警察は1年半をかけて捜査を行っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。